今ホームに立っています。電車が接近してきました。すごいスピードで走り抜けていきます。おっと、サンダーバードです。果たしてこの駅はどこなんでしょうか。今日はここから紹介してみたいと思います。泥服チャンネル。皆さんこんにちは、泥服チャンネルです。サンダーバードが走り抜けた駅なんですけども、ここは滋賀県にある JR 湖西線 JR 大津京駅です。滋賀県には大津駅と大津京駅というね、すごく駅名の似た駅がすごく近いところにあるんですけども、今回はね、この湖西線、JR 湖西線の方にある大津京駅に来ました。高架のすごく立派な駅舎を持つね、大きな駅なんですけども、駅前もね、すごく充実していて、すごく広いロータリーがあるんですけども、その周りにはね、パチンコ屋さんとか、もろもろなお店が立ち並んでいます。これはね、そのロータリーの反対側なんですけど、反対側はね、こういう風になんかロータリーもなく、こういう狭い道があって、そしてひっそりとしたところですね。そして近くにはこうやってね、京阪電車が走っています。京阪石山坂本線という線なんですけども、 JR との乗り換えにね、すごく便利で近いところに駅があります。こちらの京阪の駅も大津京、京阪大津京駅と呼ばれています。もともとはね、王子山という駅名だったんですけども、2018年に京阪大津京駅と改称されました。改称の理由としては、 JR 大津京と王子山駅が、駅名が違うのでね、駅名を同じ大津京にして、乗り換えの促進を図るために改称されたそうです。小さい車両を採用されているので、それに合わせて駅もすごくコンパクトで機能的にできていて、利用しやすい駅となっております。これが改札なんですけども、改札を出てこの階段を降りて、湖西線の高架沿いをずっと歩いていけば、湖西線の大津京駅を利用することができます。そうですね、このルート、このまっすぐ渡っていけば、その奥に駅があるんですけども、その連絡するこの間にもお店が立ち並んでいますね。そしてこれが大津京駅の改札へ上がるエスカレーターと階段となっております。コンビニも、ありますね。セブンイレブンがあります。そしてここが改札口となっています。一つしか、この大津京駅には一つしか改札口がないんですけども、広いスペースが確保されている立派な改札口となっています。券売機も3つほどあったのかな、3種類の券売機が並んでいます。左からエレベーター、そして ATM、そしてこれがロッカー、宅配便を受け取れるロッカーだそうです。改札を入って右側に行けば京都方面、左側に行けば福井方面のホームへ上がることができます。大津京駅はもともと西大津駅として開業したのですが、2008年に現在の大津京駅に改称されました。島式ホーム2面4線を持つ、大きな、高架の駅なんですけども、なんとこの湖西線、国鉄時代の古い車両が今も現役バリバリで走っています。早速到着してきたのはこの緑色の車両、113系と呼ばれている国鉄時代からの車両です。今はね、この緑色一色に塗られていて、すごく地味なイメージがある車両なんですけども、もともとは湘南色と呼ばれているオレンジと緑色のツートンに塗り分けられた車両で、主に、関西では東海道線とかで快速電車として使われていました。本当にね、車内とかもザ・国鉄って感じの
本当に国鉄らしい車両の一つなんですけども、どんどんと新しい車両に活躍の場を譲っていって、今ではこうやってね、でもこうやって個性線でこうやって現役でバリバリで走れるっていう、走ってるというのが、すごく感動しますね。個人的には、元の色に、ツートンのあのオレンジと緑色の姿に戻ってほしいなと思いますと思うと、これ、ラッピング車両が来ましたね。すごくラッピングされたカラフルな、あ、これかっこいいですね。かっこよくラッピングされた113系でした。これは、先ほどのロータリー側なんですけども、この建物の奥側に琵琶湖が広がっています。この湖西線は比較的新しい路線で、1974年7月20日に開業されました。ほとんどの、この線のほとんどが高架とトンネルでできていて、湖西線内には一つも踏切はありません。なのでこの大月駅も高架で、周りも、こうやって見晴らしがいい感じですけど、こうやってね高層マンションとか、これはイオンがありますね。こうやってね、駅の周りにどんどん高層マンションとかが建ってきて、すごく立体的な街な感じがしますね。駅周辺には大津市立王子山総合運動公園があって、こういう、スポーツをする施設も充実しています。比叡山から連なるこの山をトンネルで越えれば京都市内、山市の方に行くことになります。先ほどの石山坂本線が、京阪石山坂本線が今高架の下を通っていきましたね。そしてこちらから出てきました。乗り換えにもすごく便利な駅です。ここのホームにいるとね、本当にね、いろんな時代のいろんな年式の車両がどんどんと到着してくるので、本当に飽きないですね。先ほど一番最初のあのサンダーバードも、ああいう特急の車両とかも通過したりとか、本当に来て楽しい駅でした。ということで今回は、この大津京駅を紹介したいんですけども、次回はもう一つの大津駅、 JR 琵琶湖線の大津駅を紹介してみたいと思います。皆様からのチャンネル登録、高評価、すごく励みになるのでよろしくお願いします。以上、ドログチャンネルでした。